震災があった年、同じ大学の女の子と付き合ってた。入学直後のオリエンテーションで仲良くなって付き合うことになった。当時2年以上付き合ってたことになる。卒業して就職したら結婚しようかなんて今思えば青臭いことを言い合って、お互いの親とも仲良くやってたよ。そんな日々にあの震災があった。彼女はちょっと北の出身で、ちょっと実家に帰るねと帰って行った。すぐに彼女から被害はなくて大丈夫だったと電話があって安心した。で、しばらく親と一緒にいるねと言われたのであっさり納得した。それから2週間くらいして彼女は戻ってきた。それ以来彼女は親が心配してるからとしょっちゅう地元に帰るようになった。親思いのいい子だな、なんて俺は思ってもいたんだよね。今思えば俺はバカだな、としか言いようがない。で、そのまま、しばらく、時は、流れて夏休み前に言われたんだよね。好きな人ができたから別れてください、って。居酒屋の箱席で泣きながら彼女が言うには、地元の高校の同級生と安否を確認して会ってるうちにお互い好きになっちゃったと。もう相手の親と卒業したら結婚するって話にまでなってるんだって。その時はカットしてその男連れてこいってわめいて泣きながら家に帰ったよ。でも家に帰って酒飲んで酔って朝起きたら結構どうでもよくなってた。俺って人間的に冷たいのかな、なんても思った。もちろん怒りはあったし、同時にせせこましい心でいやらしいけど仕返ししたいなぁなんて思ったわけですわ。彼女の対応が早かったね。その2日後には彼氏連れてくるから会ってほしいって電話が来たよ。俺は一人だと腹立って何するかわからないから友達連れてくよって言った。そしてその週末に高校からの親友連れて居酒屋の個室で彼女と新彼氏とご対面。のっけから謝り倒す彼女とその彼氏。私たちはもうどうしようもないくらい愛し合っちゃった。だの。あの震災は私たちを結びつける運命。だの。あなたとのことはまだ好き。でもいい思い出にしたい。だの。二人で好き放題言ってくれてたね。俺はもう結構どうでもよくて、はいはいそうすか、みたいに投げやり。代わりに連れてった友達が、お前らは下道だ。とか切れまくってた。私たちのことは、なんて言ってくれても、なんと言われようと仕方ありません。なんて向こうが言うから、俺は、そう簡単には納得できないよって言った。でも、もう、これ以上ここで話しても、なんともならないから。さよならって言って、奴らの分まで金払って、居酒屋を出た。で、その後、友達と別の店で飲み直した。で、その店で友達に媚う俺は言った。怒ってくれてありがとう。でも、今はもうどうでもいいんだけど。ちょっと仕返しだけはしたいんだよね。やはり少しムカつくし。って言ったら友達も爆笑しながら、それでこそお前。って言ってくれた。俺は、ドキュンでもなんでもない臆病者だから。彼女とその彼氏との居酒屋でのやりとりを録音しといた。後でなんだかんだ言われたり、その場でどんなことが起きたらと思うと怖かったから。で、俺はその録音したデータを CD に焼いて友達と旅行に行った。彼女の地元にね、温泉入りたかったし。友達とまず彼女の実家に行った。彼女のお袋さんが出てきて、久しぶりに会ったのに開口一番罵倒された。どうやら俺と彼女は俺の浮気で別れたことになってるらしい。で、それを慰めた現彼氏と付き合うことになったと。へえ、ほう、ふん、そうですか。で、俺はその彼女たちとのやりとりをお袋さんに聞いていただいた。で、お父さんにも聞かせてあげてください。今までありがとうございました。さようなら。と、お別れを言って、現彼氏の実家も教えてもらいました。去り際に、
彼女のお母さんとまで土下座してた。申し訳ないと思ったな。その夜は友達と温泉入って初めてのスナックを行って、某所の作業員の皆さんと意気投合したりして飲みまくった。で、翌朝彼氏の実家へ行って彼女の実家と同じことをした。その夜飲んでると友達が俺にこう言うんだよ。なあ、もう気は済んだのかって、で、俺が微妙な顔をしてると友達が笑顔で、好きに言ってくれて構わないって言ってたし、お前こっちでボロカス言われてるんだからとことんまでやってやろうぜって言った。俺もなんか楽しくなってきちゃって、おう、やってやろうなんて答えてたと思う。まあ酔ってはいたんだけどさ。次の朝、彼女の彼氏から電話かかってきたよ。お前ふざけるな、訴えてやるって。なんかのテレビ番組の文句かよって思ったけど、電話切って着拒した。そしたらすぐ彼女から同じ電話がかかってきた。話すると、こっちの彼氏の部屋で一緒にいるんだってさ。もうしらけたよね。ああ、こんなもんですかって。もういいや、昨日友達が言ったようにとことんまでやってやるって思った。で、その日はラーメン食って東京に帰りました。学食で友達と話してたら、他の奴らも寄ってきて、彼女の話になった。いつも一緒にいたのに、最近一緒にいないから気になってたんだって。俺は正直に話した。友達は少し大げさに話してた。で、そのまま飲みに行こうって話になって、新宿の居酒屋でみんなで飲んだ。飲みながら話して、友達の一人が壁新聞作ろうぜって言い出した。みんな最初は、子供か、とか言ってたけど、すぐに悪乗りしだして、そうしようってことになった。ごめんなさい、この時、俺は、正直少し楽しかったです。で、ゼミ室で、みんなで、ことの顛末を書いた、ビラみたいな壁新聞作った。見出しは、俺氏振られる。みたいな。それを一番目立たない掲示板に一枚貼った。彼女は、あれ以来見ていない。まあ、その後もずっと見てもいないけど。で、友達が、彼女の地元に旅行がてら行って、近所の何軒かに、そのビラを持ってったみたいで。彼女の実家から電話が来た。あの子のしたことは申し訳ないと思うけれど、これはやりすぎだって。俺の預かり知らないことではあったけど、それでも、俺はなんか腹が立って。好きに言ってくれて構わないってお嬢さんは言ってましたよ。って半切れで答えたら、この人でなし。ってリアルに言われたよ。あれからもう4年。俺は普通に働いてる。彼女は相変わらずいないけど、結構もうどうでもいい。友達とは、今でも一緒に遊んでる。お互いモテない。彼女は、学校から消えた。新しい彼氏とは別れたって聞いたけど。本当のことは知らないしどうでもいい。正直言って、今でもそうされるんじゃないかって思ってて、この世から消えててくれないかな、とふと思ったりもする。